いいおふっかげんでございます。はい、で今日もう一つですね、紹介したいのでございます。これまあ、元京土産の元祖というかですね、まあ、総本家川道屋さんのですね、そばボールなんですけど、これなんですね、まあ、早い間から京都の、まあ、お土産の定番になりましたね、八つ橋ともにね。まあ、これをちょっともう食べてみます。お茶菓子が後からになってますが、はい。でまあ、さっきのこの一歩堂さんなんでございますけどもね、これもあの、京都でお茶のお受け子をしますと、一歩堂さんがお茶を使っていても、練習の時にお茶のおつめは、いかがでございましょうかとお尋ねするふうになっております。そうすると、おつめは一歩堂でございますというような、絶えずこういう練習をですね、しているわけです。そしてなんかこうお茶のご名はと言いました。そしたらあの、今昔でございますとか言うてですね、いうわけでございますよ。はい、さて、この袋から立ちますと、こういうのが出てまいりますよ。でですね、この川道屋さんのそばボールなんで、このように、中をくり抜いた結果出てまいりました。こういう、丸い粒ですね。はい、これをこのようにですね、この真ん丸かいこれですね、これこの祖本家川道屋さんのそばボールですね、この、中をくり抜いたこれまで焼いてあるというのがですねちょっと面白いところですね。はい、なんかこれ、なんか特別な言い方しました。そばのつゆとかなんかそんな意味、そんなんがあったと思います。はい、いや、申し訳ない、明確に覚えておりません。はい、まあこんなふうにですね、京都の物産をですね、いろんな拡張が高いものが多いです。で、それからこれ後ろ何があるか、これね、これ私の書いたものです。